話が登場してくれているわけなんですが、プログラムをお持ちの方でしたら48ページ、49ページ、今後ご覧いただきますとね、実写と比較をしながら見ていただけるかと思います。さあ、今、ちょうど30分以上で映っているのは、これがローラーの98ですかね。そうですね。はい。コスモのカラーリングになってますが、もともと野田秀樹さんが乗られていた車両だというふうに思います。はい。いやそしてヤマハのオーイックスエンジンに火が入りましたか。そうですね。今度はブンクラフトで
三面とヨーロッパ。そうですね。はい。一晩の時かな。そうですね。はい。はい。来ましたね。強かったですね、ドラムさんですね。
ですけど、はい、横断幕が日本一そうなんですね、ペンの幕がしてるんですね。まあ、レーシングなキャリアのね、チームには大事な日本があるというね、とても誇らしい感じがします、はい。いやー、いろいろなフローマシンがいい。でもちょっとこのフローマンでやってないんですけど、今後ろに時代もあったかと思うんですけども、何だったっけな、ワコール思い出せないな。さあ、そしてまたこのコスモ、このコスモのカラーリングのあのエフサンゼっていうのも結構いろいろなドライバーたちが乗ってましたよね。エディアーマインがのコスモカラーで乗ってたりとか、そうですね、はい。
ていうのをバーニーズが考えたんです。そしたらバーンとこうね、はい、やっぱりこう火がついて、うん、台数がすごい集まったっていうね背景がありました。そうですね、うん、確かね、見た目バーニーズだから、はい、時代背景をこう探っていくと興味も出てくれる方がいらっしゃるかなと思いますけれども、まあ、でもあのね、本当に、あ、今これまだ紹介してませんでした。これは随分1970年型ですか、はい、すごい昭和モデルですよ、はいはい、これはもうすごいな、これまた本当にコントロールすること難しそうですね、もうね、このコースはすごい NVA を積んでいるというね、はい、あの頃はもう名作でしたからね、NVA の2つ、ね、そうですね、昔は本当にそういうあの、まあ、メーカーとか、ね、生産者販売をするとか、そういうことなんですね。まあ、だから本来買うことができたんですよ、別にもね。そうなんですよ、はい、あの、とにかく写真もタイヤもエンジン、ヤボックスも買って、それで走れたんですよね。そうですね、あの F3000 の時は本当にスターティングリッドはちょっとびっくりするぐらいの数でしたもんね。そうなんですよ、出荷があるからもう、まあ、ホンダが F2 をある意味
究極まで高めていって、そのままエッドに温めて点差点になってたっていう、ちょっと違いだね。60年代と80年代に医療最多優秀やってるってことだったね。やっぱりホンダっていうのは負けすぎないで、ね、技術をとことんまで進めるっていうのは今も昔も変わんないですね。そうですね。デラヤマのホンダとラルトホンダって両方とも本当なんだってやってるんです。本当なんだったら、はい、ラルト久しぶりに出ました、ね、はい、誰かあの旧車が好きだったら今度はラルトあたりを復活していただけますね。見たいですね、なんかね、はい、アルビオの僕もね、はい、見たいですね。いやでもあのまた今後もですね、いろいろつながってくるかと思いますので、また皆さんもちょっと期待をしていただきたいと思います。さあ、F1 レッサンゼットフォーミュラ2フリー走行はこれで終了ということになりました。明日はですね、また皆さんには